西軍関ヶ原の敗北は毛利一族のバラバラの不一致なきしょね、はい、関ヶ原の戦いの前、毛利一族は輝元が西軍の総大将に押されていたにもかかわらず、一族の実力者吉川広家は西軍が負けると考えて水面下でなんと家康側と三家の密約をしてしまいます、うん、結果関ヶ原で毛利軍は動かず、しかも一族の別の動きで小早川秀明がそれで寝返りましたよね、はい、それで西軍はなんと大敗を喫してしまいます。総大将のはずだ。そんなような毛利一族でした。今回は以上です。